皆さんこんにちは、ビーレジェンド志村です。本日はお得さがね、2倍違うね、お買い物の仕方をお伝えしたいと思います。皆様は今ビーレジェンドお買い求めいただくとき、どちらからお買い求めいただいていますでしょうか。まあ、例えば自社公式サイトからお買い求めいただいているお客様もおられるかと思います。その他に Amazon であったり、楽天、au ペイマーケットなんか、いろんなね、モールからお買い求めいただいているお客様もおられるかと思います。ただね、自社 EC サイトでお買い求めいただいているお客様は、さらにね、お得にね、お買い求めいただく方法がございます。それでは3択で問題です。 1. Bレジェンド染田に直電、 2. Bレジェンド鍵谷に直電、 3. Bレジェンドアプリから購入する。さあ、どれになりますでしょうか。正解は Bレジェンドアプリから購入するになります。まずちょっとビーレジェンドアプリをね、知らないお客様もね、おられるかと思います。このビーレジェンドアプリって本当にお得で、いつでもビーレジェンドアプリ経由で購入するとポイントがね、2倍になるんですね。これね、本当に知らない方がまだまだたくさんいて、本当にね、僕はもったいないと思っております。だから365日いつでもアプリのショッピングから購入するだけで、常にね、ポイントが2倍になるんですね。さらにね、ビーレジェンドポイントアップキャンペーンとかもね、定期的に行っております。例えばね、ポイント5倍キャンペーンとかやってるとします。するとナチュラル96ポイントが5倍になって480ポイント付与されます。ですが、アプリから購入したお客様はなんと480ポイントの倍ついて、なんとね、960ポイントつくんですね。その差なんと480ポイントです。まあ、これがね、何回もね、ご購入いただいているお客様からすると本当に大きな差にね、なってくるかなと思います。例えばビーレジェンドナチュラルですね、こちらをね、1月3袋お買い求めするお客様がいたとします。アプリなしのお客様は1月96ポイントつく形になります。で、これをね、1年間毎回12回買うとすると、アプリなしのお客様は年間で1152ポイント貯まる形になります。もう一方ね、こちらアプリでナチュラルを3袋買うお客様がおられたとします。こちらのお客様は1月に192ポイント貯まる形になります。で、こちらをね、12回購入するので、年間でね、2304ポイント貯まります。するとね、アプリなしとアプリで購入するお客様の差額として、なんとね、1152ポイントのね、差が生まれてきます。まあ、1年で見ると1152ポイントなんですけど、例えばこれをね、3年間続けると、だいたいね、3456ポイントになります。アプリから買い物するかしないかだけで3456ポイントで、プロテインね、もう一袋買えちゃうぐらいのね、ポイントの差がね、生まれてきてしまいますんで、アプリから買わないだけで、本当にポイントがね、もったいない形になりますんで、ビーレジェンドプロテインをね、飲んでいただいているお客様には、本当にお得にね、お買い物していただいたと思っておりますんで、ビーレジェンドアプリをね、ぜひ活用していただいて、アプリの方からお買い求めいただくだけで、一番お得にね、ポイントが多く貯まりますんで、もっとね、お得にお買い物したいっていうお客様がおられましたら、アプリを活用していただければと思います。アプリの詳細をね、こちら動画のね、概要欄に貼っておきますんで、ぜひね、ダウンロードしてご活用ください。本日はビーレジェンドアプリのね、お得なポイントの話をしましたけれども、この他にもね、便利機能たくさんございます。そちら気になるという方は、概要欄の方にね、説明のね、動画貼り付けておきますんで、そちらからご覧ください。普段ね、ビーレジェンド公式サイトからご購入していただいているお客様には、本当にね、お得にね、お買い求めいただきたいと思っております。ぜひね、こちらのアプリ活用してね、ポイントたくさん貯めて、またそのポイントでね、ビーレジェンドプロテインサプリメント手に入れていただければと思います。それではね、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。